リディ・マーセナスの歴史。リディ・マーセナスは機動戦士ガンダムユニコーンとその続編となる機動戦士ガンダムユニコーンエピソード EX2 獅子の帰還に登場する人物です。地球連邦軍のロンドベル部隊の一員として登場し、リゼル、デルタプラス、そしてユニコーンガンダム2号機バンシーといった機体のパイロットを務めました。当初は家柄に悩むも実直で爽やかな青年を思わせる性格でしたが、ミネバラオザビをめぐってバナージリンクスに嫉妬するようになり、次第に顔を歪めていくようになります。しかしガンダムユニコーン本編後には最終的に自らの意志で戦争のない世界への架け橋となることを夢見て活動していくようになっていきました。今回はそんなリディ・マーセナスの歴史について解説させていただきます。この世界を俺が守る、そんなことができるのか。宇宙世紀0001、地球での爆発的な人口増加や環境破壊といった問題に対応するべく、人類は宇宙移民を実行。さらにその政策を実行する統一政権である地球連邦政府を発足しました。こうして誕生した地球連邦政府にはリカルド・マーセナスが初代首相に選ばれました。しかし自由主義を掲げるリカルドには反対派も多かったため、宇宙ステーションラプラスで西暦から宇宙世紀への節目の式典を行った際、通称ラプラス事件と呼ばれる宇宙ステーション爆破事件によってリカルドは命を落とすことになりました。連邦政府はこの事件をテロと断定し、リメンバーラプラスという掛け声のもとに反政府運動の徹底的な弾圧を行っていくことになります。こうして宇宙世紀の世界では連邦政府が全てを統治するという図式が出来上がっていくため、連邦政府の腐敗を招くことにつながり、後に反地球連邦主義を生み出し多くの戦乱を引き起こすことになっていきました。そんなラプラス事件は表向きはテロとされていたものの、実際の首謀者はリカルドの息子で後に地球連邦政府第3代首相となるジョルジュ・マーセナスを筆頭とした保守派勢力であり、ジョルジュは弾圧を強化して地球連邦の権限を強めるためにラプラス事件を起こしたのでした。こうしてマーセナスの家系は連邦政府内での権力を確固たるものにしていきます。そして世代は変わって宇宙世紀0096、影の内閣とも言われる地球連邦政府議会の大物議員ローナン・マーセナスの息子リディ・マーセナスが登場しました。23歳のリディには6つ上の姉シンシア・マーセナスがいて、政界に関わっているようです。このように連邦政府内での最高権力を持つ家系の中、リディは家柄がいいという自分の出自へのコンプレックスから、自分の腕だけで名を上げるべく地球連邦軍に入隊しました。なお本人はどこへ行っても家柄が付きまとうことに辟易していましたが、ブライトノアには逆に家柄を意識しすぎていることを指摘されています。リディは反地球連邦運動を取り締まるべく編成された外郭部隊ロンドベルの一員になり、モビルスーツリゼルのパイロットになりました。もともとモビルスーツよりも航空機に憧れていたようで、アニメ版で持っているペンダントは9世紀の大戦時の服用機のデザインが描かれています。リディはサイド4のスペースコロニーインダストリアル7で作戦行動中にオードリー・バーンを保護しました。その後シナンジュの襲撃を受け、お坊ちゃんと呼ばれながらもリゼルで出撃します。仲間たちが次々と撃墜される中、ネール・アーガナはミネバザビを引き換えに攻撃を中止するように要求しましたが、交渉はうまくいかず結果的にユニコーンガンダムが出撃。交戦の末にユニコーンガンダムは捕らえられてしまい、バナージュを助けることができませんでしたが、リディはなんとか帰還しました。なおこの時正しいはずの連邦がテロリストたる袖付きに対して人質を利用するというやり方を非難しており、リディの生真面目な性格が見て取れます。保護したオードリーがミネバザビであることを知ったリディは、当初ミネバは自分たちが憎むべきジオンの維持ということで敵意を見せていましたが、戦争をこれ以上拡大させたくないというミネバの思い、ジオンと連邦の鍵となるラプラスの箱の存在、連邦政府の腐敗について知り、ミネバに心惹かれていくことになります。そしてリディは独断で捕虜として軟禁されているミネバを連れ出すことを決意。ミネバと共にデルタプラスに乗り、パラオ攻略戦の最中軍を抜け出して地球へと向かいました。男と見込んだ、オードリーを頼みます。殺し文句だな、これじゃ勝ち目がない。地球へ降りたリディは実家のマーセナス家へと向かい、父ローナンの力を借りようとします。し
しかしミネバを連れて行ったことはマーサビスト・カーバインにすでに知られるところとなっており、リディはローナンの力を借りられないどころか、マーサナス家が背負ったラプラスの箱にまつわるビスト財団との癒着を知らされることになりました。そのためリディは考えを改め、世界を維持するためにはラプラスの箱は開かれるべきではないと考えるようになります。またマーサナス家が戦争という対局を解決しようとするミネバに協力ができないのならば、せめてミネバ本人だけでも守りたいという思いを伝えます。こうして事実上の求婚をしたリディでしたが、ミネバは逆に独りよがりだと失望し、一人で行方をくらませました。その後ユニコーンガンダムの確保を目論むローナンはブライトノアを呼び出し、ガランシェールを追跡してラプラスの箱の鍵であるユニコーンガンダムを奪取するよう依頼。さらにリディもブライトの戦艦ラーカイラムに乗員させるように頼みました。こうしてリディはブライトの指揮のもと家柄の呪縛から逃れられないことを痛感しながらもユニコーンガンダム奪取作戦に参加していくことになります。この時袖付きに呼応してジオン残党が決起してトリントン基地を襲撃したため、リディたちはこれを鎮圧しに向かいました。その中でシャンブロを止めようとするバナージを見つけたリディはバナージに代わってシャンブロを撃墜。そして無事ユニコーンガンダムを捕獲して任務達成かと思いきや、突如上空から降りてきたバンシーの攻撃を受けました。これはユニコーンのダッシュを目論むビスト財団の仕業であり、さらにラーカイラムはユニコーンをビスト財団の輸送船ガルダまで送り届ける任務を命じられたため、乗員は突然横槍を入れてきたビスト財団の槍口に不平不満の声を上げます。それでも仕方なく任務に就いたリディでしたが、ユニコーンの輸送中ガランシェールがガルダに捕らえられているミネバの奪還作戦を行い、バナージがそれに合わせてガランシェールを撃たないようバンシーを説得。さらにラーカイラムが増援を出そうとしない様子を見て、全員がラプラスの箱の鍵であるユニコーンをビスト財団の手から守ろうとしていることに気づきました。そういうことか、みんなグルかよ。そしてリディはどんなに狂った世界でも箱の鍵を開けずに守り続けることこそが世界の秩序を守ることにつながり、そうすればミネバも苦しまずに済むと考えてミネバを連れ出そうとしました。しかしミネバはこれを再び拒否してバナージの元へ向かいました。なおこの時リディはアニメ版ではデルタプラスに登場して戦っていますが、漫画版である機動戦士ガンダムユニコーンバンデシネではバンシーが降下してきた際にデルタプラスが中破させられたため、バイアランカスタム2号機に登場する姿が見られます。こうしてミネバに拒絶されたリディはミネバに付き添うガンダムとニュータイプとして覚醒し始めたバナージを強く憎むようになり、ユニコーンガンダムとラプラスの箱を破壊するためにバンシーに登場していくことになります。バナージはやってみせた、俺だって乗りこなしてみせるさ。リディはビスト財団のアルベルトの協力で追加装備が施されたバンシーの軍に登場し、ラプラスの箱の解放を阻止するべくバナージと戦いを繰り広げます。どこまでも本気で戦おうとしないバナージに対してリディは自分を見失い、さらに憎しみを募らせていきました。ユニコーンとの戦いの中、援護に来たマリーダと戦うことになったリディはビームマグナムでクシャトリアのコックピットを撃ち抜きました。マリーダの死の瞬間、その心とつながったことで罪悪感と人々の悲しみを共感して苦しみますが、ロンドベルのクルーたちの温かい言葉によって本来の自分を取り戻しました。こうして我に返ったリディはバナージと共にフルフロンタルとの最終決戦を戦い抜き、さらにラプラスの箱ごと全てを闇に葬り去ろうとしたコロニーレーザーを防いでラプラスの箱を守ります。そしてユニコーンと共に帰還しようとするのでした。こうして機動戦士ガンダムユニコーンの物語は終わりましたが、小説版ではシャンブロ戦の後バナージは同行を拒否したのでユニコーンごと撃とうとしていたり、バンシーでクシャトリアを撃墜してしまった際には混乱してビームマグナムでネールアーガマを撃ち抜こうとしてしまい、その射線上にクシャトリアが入ったことでマリーダが戦死しているので細かな箇所の演出が異なります。また漫画機動戦士ガンダムユニコーンエピソード EX2 死の帰還ではリディのその後が描かれています。本作はユニコーン本編の半年後が舞台で、リディはロンドベル隊に復帰しています。バンシーでネールアーガマに一気投した後、表向きは
ミネバザビの手に渡ったユニコーンガンダムと単独で渡り合って機体を持ち帰ったという功績で注意に昇進しました。ただし実際の理由は時を巻き戻すとしか思えない力を持つユニコーンと渡り合ったパイロットとされていることから、アムロレイなどと同じく飼い殺しにすることが目的とされています。そんなリディはバナージがいなくなってしまったので一目見たいという理由でジオン共和国に政治的に隠されているメガラニカへ向かいます。そして無事再会し、ミネバをきっちり守ってくれるようペンダントを渡しました。その後はジオン共和国に拿捕されますが、ローナンの力もあって1ヶ月ほどで釈放され軍を辞めます。そしてローナンの施設秘書となり、将来地球と宇宙をつなぐ役割を担う連邦政府首相を目指して政治の世界に足を踏み込むのでした。余談ですが、リディはラプラスの箱の中身を知った上で、世界の秩序は現状を保つべきとする保守的な考えが強く描かれていましたが、最後には家柄を生かすことで腐った現実を変えようと考える人物に成長していきました。福井晴俊氏はリディは普通の人の代表と評すると同時に、誰でもニュータイプになることを示す重要人物ともされています。ただ後半での行いからか、ゲーム媒体では悪役として登場することもしばしばあったりします。みんなで俺を否定するのか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。